皆さんこんにちは、ベーシストの藤谷一郎です。本日の動画はですね、スライドビブラートについて深掘りしていきたいと思います。スライドビブラートって、耳なじみのない方もいると思うんですけど、なんかね、こういうやつですよ。なんかこう、僕ね結構よくやるんですけど、このスライドさせてこう割と派手にビブラートするやつなんですけど、これね決まるとね、相当かっこいいんですよね。なんかちょっとねプロっぽいっつうかね、クロートっぽいっていうか、はい、だからね、ぜひ皆さんにもね習得してもらえたらなと思います。動画の前半で、そのスライドビブラートのやり方コツなどを紹介してですね、後半にはですね、スライドビブラートを用いたイケてるフレーズなども紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それとですね、 LINE 公式アカウントも始めました。それもぜひ登録してください。スライドビブラート、まずやり方なんですけど、実はコツって、そんなにねなくてって言ったらあれなんですけど、とにかくこう手をこう動かしてですね、ビブラートするだけなんですけど、まずね、やりやすいのは、僕はね、中指とか人差し指がやりやすいので、まずね、中指、人差し指で練習するようにしてください。じゃあ、ちょっとやってみますけど、1弦7フレット。はい。この音スライドビブラートしてみます。で、中指でやりますけど、7フレットを中心として、7フレットのフレットからアウトし、そして低い方もアウトし、高い方もアウトし、低い方もアウトし、これだけなんですよ。左手のね、親指は同じ場所につけたまま固定してます。こう親指をですね軸にして、こういう感じです。ゆっくりやるとこういう感じ。手全体を使ってこう上下させる感じ。でも親指は同じ場所に固定しておく。こんな感じですね。実際やってみるとこういう感じです。でこれ、どこの弦でやっても、どのあれでやってもよくてですね、結構外人さんとか結構この低いところでですね、なんかこう一瞬やったりとかするみたいな、結構ねやったりして、それがねむちゃくちゃかっこいいんですよね。でもちろん高い方でも、どこでやってもらってもいいけど、やっぱね中指がやりやすいかな。はい。で小指とかだとやっぱ結構難しいんで、要領は全部どの指でも同じなんですけど、中指がやっぱり一番やりやすいんで、まず中指で練習したらいいかなと思います。ではですね、こっからですね、実際にこのスライドビブラートの使いどころを解説していきたいと思うんですけど、まずですね、その使うスライドビブラートを入れる音、音っていうのはコードに対して何の音をスライドビブラートでやったら効果的なのかっていうことと、その入れるタイミングですね、この辺あたりをね、ちょっと実際のフレーズを用いて解説していきたいと思います。まずですね、最初のフレーズはこんなフレーズです。感じです。ちょっとかっこよくないですか。これですね、コードは Cm なんですけど、C7 一発っていう感じで思ってもらっていいです。でやったフレーズはですね、最初は普通にルートをこうやって弾いてて、で、こうやってスライドビブラートを入れたんですけど、これどうやってるかっていうと、まず最初この C のね、1オクターブ上の音までスライドで上り、そしてこのね単三度の音なんですね、E フラットの音、この音をスライドビブラートしました。でタイミングとしては、ドドッドドッドドドドドドド、はい、ワン、ツー、スイタンタン、このタイミングでやってます。でこのタイミングでルート単三度で、この単三度をスライドビブラートする。もう一回ゆっくりやると、ダダ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 
ダダッドゥー、はい、こんな感じです。で次のフレーズはですね、今のフレーズとまあちょっと似てるんですけど、まあ応用編みたいな感じでちょっとやってみたいと思います。はい、今のはですね、まあ、前半は先ほどのフレーズと同じでして、そのおかずの部分がね、まあ、ちょっと伸びた感じで、さっきはまあルートにスライドしてから単3度の音でスライドビブラートしましたけど、今回はこういうフレーズを弾いてます。はい、これはですね、まあ、タイミングとしてはドゥドゥツドゥタッタタタン、だからドゥドゥツクツクツタ、2拍目の16分音符の一番最後の音から、これがね、まあ、C にから見て5度の音で、はい、このように弾いてます。で最後の音、このがまた単3度なんですけど、これをやはりこうスライドビブラートします。でゆっくりやるとダダッダダッドゥダドゥダダッダダッダダダ、こんな感じです。ではまた次のフレーズいってみたいと思います。次のフレーズはですね、まあちょっとしたというか、まあおかずなんだけど、まあちょっと洒落てるみたいな、そんな感じのやつをちょっとねやってみたいと思います。こんな感じです。このフレーズはですね、あのスライドビブラートしてる場所がね、実はルートの C なんですよね。なんですけど、まあそのね、スライドビブラートを入れるのはルートだとね、あんまり実は決まらないんですよ。例えばさっきのフレーズの場所にこう入れてみるとですね、はい、まあ、こんな感じで、なんかこうルートをスライドビブラートすると、この単三度とかよりもね、ちょっとインパクトにかけるわけなんですよ。ただですね、その入れるタイミングによってはですね、このようになんかね、こう入れるタイミングをちょっとずらしておしゃれな感じの場所に入れるとですね、まあいい感じになんかこじゃれた感じにこうなるわけなんですよ。これどうやってなのかっていうとですね、ダダッダダダラダラダッダで、この、3拍目のですね16分音符からフレーズが始まるですね。まあこう F G B フラット C、 そして E フラット C、 まあこうやったわけなんですけど、でこの最後のルートのこの C のところでスライドビブラートを入れる。でこれまあ何がミソかっていうと、ダラダラタッターンって、このその最後のフレーズがね、次の小節の頭にかぶってるわけですよ。まあなんかそのかぶってる感じでルートにこうスライドビブラートが来ると、なんかおしゃれみたいな感じなんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。はい、次のフレーズいってみたいと思います。次のフレーズはですね、まあ、またこれもね、さっきのフレーズとちょっと似てるんですけど、まあ、単三度を用いたフレーズで、これもね、僕結構よくやります。こんな感じです。ですね、やっぱり単三度に入れることが非常に多いですね。はい、あの今のはですね、どうやったかというとっていうフレーズをやったんですけど、ダダツクツクツターンって、また2拍目の16分音符最後の音から
入るんですけど、最後の音に向かってこうスライドでまずルートの C に行き、でここが4度の音、そして1回4度の音に行ってまたルートに戻って単3度の音で、これでスライドビブラート、こうやってます。ゆっくりやるとドゥ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 、もう一回やりますよ、ドゥ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 、はい、これね非常に簡単で非常にかっこいいのでね、ぜひ皆さんもやってみてください。で次のフレーズはですね、今のフレーズのとねほぼ同じなんですけど、これ場所を変えてやるとですね、セブンスの音でこうスライドビブラすることになるんですよ。それちょっとやってみたいと思います。今のはですね、本当1個前のフレーズとね弦を変えただけでして、まあ、後半は1オクターブ上でやったんですけど、まずドゥドゥド、はい、まずですね、先ほどルートに上がったタイミングで今度は5度の音に上がるんですよ。そしてルートの C 行ってまた5度に戻って B フラット、ここに行きます。でこのセブンスの音で、まあ、スライドビブラートするパターンです。で、まあ、1オクターブ上でやるとですね、まあ、かなり派手な感じになるのかなと思います。本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。スライドビブラートね、最初ね慣れるまでちょっと難しいかもしれないんですけどね、もう慣れたら結構普通にすぐできるようになるのでね、皆さんもぜひぜひいろいろな場所で使ってみてください。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとですね、コメント欄に疑問質問や動画の感想などなどいろいろ書き込んでくれたら嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。